井上雲木こり室広瀬打山小蔵図広瀬打。山文化10年10月13日は、江戸時代中期後期の文人画家。署名を門見香りとした画家心となって、藩主の豪に近いことを避けて政府に改める。同じく字も特許から僕はじめとした。通称を修造、雲大部。宇津さんは豪、別豪に、白雲家、諸葛祭など。津山藩藩士。 大阪に生まれる。うつ、山室山聖比長住ミ勝津山半々氏、広瀬義平の長男。大阪倉屋敷で生まれた。大阪では、池大河の皇帝、福原五竹について、画技を学ぶ。安永四年、二十五歳の時父を連れ立って、津山に帰藩この時し、五竹より、化石三面法図を送られている。 福原後竹筆が関三面法図道8年29歳で家督を相続し、翌年9月、京都ゴル水見習いとなり、京都に登った。天明元年4月、31歳の時へ戸詰めを命じられる。完成3年、雲大部と解消。今日は3年53歳の時、病気を理由に致死し、判定から離れた麻布長坂に住み、画作に励んだ。 文化8年9月、61歳で、故郷津山に戻り、しばらく、上原家に家宅するが、12月に、新田村に居宅を構えた。画作を続けたが、文化10年10月、63歳にて病没。宇津さんは、松平楽王、上杉養山、松山節細ら初大名役も室、片桐乱医師、松崎孝道、谷文長、木村健阿指導など、 名だたる文人と交友した。津山に帰ったわずかの間であったが、門弟、飯塚地区祭に画ギを伝えている。文部画族へイベン上下二冊は、完成9年刊行に出版された。執筆はこれよりかなり以前で、天明6年には、藩主、松平高裁に上覧し、翌年には、松平定信も入手している。刊行後は、宇都山随筆と解題されたり、 巻末に、昭願俗君が掲載された漢本が出ている。武士社会の規範の緩みを嘆き、本来の武士のあり方を説いた。成人の道が文であり、それが行われることが武である。文武とは一つであり、武士たるものは文武権備であることと主張。大正元年、広瀬宇津山百年期に遺木展が開催され、津山を中心に二百五十点の作品が集められた。 そのうち92点を掲載した、異木集が、白雲余り影として刊行された。その後、昭和12年に、帝国美術院附属美術研究所の主催で125周期記念異木展覧会が開催され、翌年、広瀬宇津山異木集が刊行された。宇津山が世に知られる契機となった。津山藩主、松平光際の楽観印象は、地境 特計を用いている、津山敦七海士、広瀬家警夫。ありがとうございます。